本日は当店にいらっしゃる有名人の皆様にもこの味を堪能していただきます。あら、あ、ロンドンブーツ1号2号インスタフルネームで呼ばれた、正式に言うたらね、椎田狩り、はい、どうぞ座ってください。あ、すみません、はじめましてですもんね。はじめまして、どうも、やってましたね、今さっき ね、 ね、見てましたよ。どうぞ座ってください。大丈夫ね、杉本さんと、なんか何ですか、な、大丈夫ないです、そんな関係じゃないですよ。岡村さん、何でもかんでもじゃない。いやいやいや、もう平成の日野翔平モテ男の淳はいつも彼女ネタをいじられているが、今日はもうそんなんじゃない。そうですよね、そりゃそうだよ、やべっちゃんとしてはそういうコーナーじゃないです。そうですよ、あと忙しいよね、淳もね。いや、まあそうですね、知りたがり、他のレギュラーもあって、はい、ほんま帯で知りたがりもやってて、昼間結構見てんの。あ、見てもらってるんですか。ありがとうございます。ミヤネ屋より知りたがり、うわその言葉が聞きたかった。もちろん知りたがり見てからの相棒やそんな問題ない毎日忙しい3人にめちゃイケサービスエリアで人気の店主の相棒が作る豆腐ハンバーグ寿司とコンビーフ寿司2種類の A セットを出したところ、私お肉が食べられないんで。そう、お肉食べれない。そうなんですよ。そうですか、ベジタリアン。知りたがりでも料理のコーナーあるんですけど、僕作ったやつの、あの野菜の付け合わせの方しか食べない。今日だってお肉やってん。そうなんですよ、お肉のやつね。びっくりする、びっくりするコメントですよね、うわ付け合わせ美味しいあ、肉食べない、ね、そう、肉食べない。いや、でもすごいな、全然住吉さんのことわからないこといっぱいあるんで ね、もっと知りたいな、住吉さんのこともっと知りたいな、助けて、わかる人住みたがりのコーナーや、本家のコーナーに習って専門家に話を聞く。じゃあまず基本的なところから、ね、ね、はい、お願いします。していきたいと思うんですけれども、はい、1973年4月5日生まれの39歳。おーおーおー、すごい、そうかも、入ってるんですか。1973年生まれ、海外在住経験をお持ちで、うん、あ、どちらで、はい、ちっちゃい頃にアメリカにいて、高校の頃はカナダに行った。うわ、アメリカ。じゃあもう英語もペラペラなんですか。いや、うぃやそうなんですか。やっぱり全然違いますか、フリーになったら。あ、全然違いますね。うん、フリーになってみてね、分かることもいっぱいあるでしょうけど、はい、ごめん、今フリーなんや今フリーなんや。あ、その恋の方ですかそうですね、今ちょっといない。あ、そっちのフリーモデルさんやったんでしょ。はい、モデルさん。そうです、モデルさん。こっち知りたいんですよ。そうそう、杉浦さん知りたい、ね、杉浦さんの話、意外やみたいなとことかも知りたいですよね。性格的には、はいはいはい、本当にこう男っぽいというか、うん、こうサバサバしたタイプ。まあ、女出されるより楽ですけどね。そうなんです、男性は飲みに行ったりしても、うん、その女性っていう感じじゃなくて、うん、同志っていう感じで飲めるんで、それはいいですね。お子様でいろんな人と飲んでるって写真また撮ってたそうそう、撮られとったやろ。はい、撮られてましたけど、はい、いいんです、僕のこといいんです結構なゴシップ好きです。いやいやいや、そんなことないけど、ちょっと見たから、ちょっと見たから、あのちっちゃい記事見てるってことは。いやいやいや、今だって見てる。いやいやいや、住吉さんのこと聞きたい。もちろんもちろん、そう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 、だからすごい興味ありますよね、なんでこんなにモテるって言われる、ね、いやまあね、あと私努力家ですもん。ちょっとちょっとしたところが優しいんですよ、女性に。あ、それはみんな俺の話いいけど例えばスタジオで下がりすごいセットチェンジが多いんですね、はい、それで立ったり座ったり用意して結構椅子も重いんですよ、はい、そうなんだ、こんなことしたりしてるんで、はい、私今日足がセットに挟まったんですよ、はい、椅子との間、そして誰も気づいてないのに淳さんが後ろからそっとこうピッて、これなんですよ、今あるんですよ、それこれそれぐらいあるでしょ、恥ずかしい恥ずかしいすごいよな。いやもう全然すごくないです、何にもないですよ。もう言うてもいい、住吉さんに教えてあげて一人だけ。いや嫌です、そりゃ嫌やろ、そりゃ嫌です、そりゃ嫌やろな、ひっくり返るんじゃん。まだマスコミにバレていない情報らしいが、何言ったんやろ、何言ったんやろ、何言ったんやろ、
本当のこと言ってないって絶対に持って持ってでしょ持ってないよこんなリアクションになるわけないもういやなるよそりゃなるよめっちゃびっくりしてるやん住吉さんでもすごいですねすごいのね何にもすごくない伊藤さん知ってるんですかいや知らない教えてあげてください教えてあげてやめてちゃんと伝わってんのこのマジ絶対違うわこんなリアクションなんのよでもかもこれは本当になんですよだからもう地元の友達とかに教えてあげてくださいそれが本当かどうかも分かんないです何を言ったかが分かんないです親族に教えてあげて私が言えばいいでもこれちょっと岡村の情報が本当か本人に確認答え合わせですうんそれは本当ですだから平成の日の翔平なんですよもうだからもうめちゃイケ嫌なんですよこれはやっぱさあマジやめてほしくないね周りの願いはいや僕はもう突き抜けてほしいねチャンピオンやで落ち着きたいんですよだからもうチャンピオンすごい謎だわだって住吉アナはどこで出会うのか謎だというまあ僕ほんまかどうかわかんないですけど、はい、その時はもうその人が出没するバーでずっと待ち伏せしてたもちろん待ち伏せもちろん空振り空振り空振り来ないのってありますからね、はいはい、その人が来るかもしれないめっちゃ詳しいな絶対にしてるでしょ俺は絶対にしてないいくら知りたがっても絶対に教えられないゴシップはさておき教わるならダンスのステップをあっ皆さんお待たせいたしましたはい早くも大人気必修ダンスの時間です笑いかしかないしかも少ななってるしシャープワインよほんで歌舞伎残しやし名前あってんじゃんスケロクっていうのスケロクさんなんや名前決まった今日初めて知りましたスケロクスケロクみたいですよよ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 絶対絶対持ったこれが入るとアウトだよねでダンスが必修科目になったことで課題のダンスを全員が踊り切ることを目標にした前回先生のエグザイルさんが次の仕事で帰ってしまうほどの長時間の授業に辛い思い出が残る一同でしたがでもただねこのオンエア終わった後に俺仕事終わって家帰ったらうちの息子がずっとこうやってましたなんか引っかかったんだね引っかかってた改正のなんか引っかかってた改正には引っかかってたねそして今回からは岡村くんと重森さんをそれぞれリーダーとした2チームで対決してもらい負けたチームは放課後帰らずに居残り練習をしてもらいますチーム戦だまあ重森もダンスうまいからいやお前いいのか岡村あでお前岡村と重森お前同列になっちゃってるぜちゃんちゃおかしいそうですでもみんな言ってたであれ重森の方がうまいなっていやいや自分なんかどうせダンススクールあった時代の子やはい、俺なんかダンススクールなんかまだないもんストリートでこうやって見て覚えるタイプのやつやったから全然違う置きに行くダンスやもん君のなんかそこまで言うなら踊り比べてみましょう軽い軽い軽いもんブレイクダンスないよダンスで対決負けたチームは帰っちゃダメ必修ダンス帰れまステップさらに今回は転校生2名をそれぞれのチームに加え5対5でダンス対決をしてもらいますスギちゃん大丈夫一回倒れたやろ倒れたんですねまあ天敵にガブ飲みしちゃったワイルドワイルドワイルドぬくみずだぜいやワイルドだぜワイルド一番ワイルドやな生徒が全員揃ったところで本日もダンスの先生が来てくれましたこれじゃないこれじゃないこっちだよね
イドル。めちゃイケはユニリーバと。よろしくお願いします。お願いします。びっくりした、いきなり踊るから今のかなと思った。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。前回オンエア見させていただいたんですけど、はい、だいぶ時間がかかったみたいで、ちょっと分かりました。ちょっと先に帰らせていただいて。すぐ帰るから。果たして先生が帰るまでに終わるでしょうか。それでは今日習う必修ダンスの発表です。まあ、4つに分かれてるんですけど、1つ目は、こういうステップでしたね。これチャールストンっていうステップです。チャールストン、はい、トシちゃんの曲でやったやつや。チャールストンはまだ早い。そういう感じなんですけど、チャールストンっていうステップ名がついていましてですね、まあ、内股とガニ股をこう交互に使って前後に移動するという、まあ、コツはこう、こうと思った。どうなってるの。はい、来ました。来ました。そして、2つ目がブルックリンというステップなんですけど、これはもう開いて閉じてというすごく簡単な、開いて閉じて開いて閉じて前前っていうすごく簡単なステップなんですけど、杉ちゃんどう。いや、あ、これって昔やった記憶あるんですよ。ブルックリン、ブルックリン、ブルックリン、ブルックリン。え、今の受け取ってた。違うよ。何それ。何それ。終わりだ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 。そんなありましたっけ。ブルックリン。ワンブロックできたぜ。いけそうだ。いけるぜ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 。そして3つ目。3つ目がロジャーラビット。ロジャーラビット。これも後ろから足を、前の足をこう刈ってあげる感じですね。これを2回繰り返したら今度足を逆にして、ああ、なるほど。あ、はいはい、浜口存在消してるよな、またお前逃げたな。もうなんか回転した時にフラーってすんだよ。そして最後はターンの後片足立ちになり決め、この4つのステップが本日の必修ダンスです。今日は勝ったわ。こっちを後ろにダンスが80年代や。そしてリーダー同士のじゃんけんで温水くんがチーム岡村に入り、チーム重森にはスギちゃんが入り、1時間の練習タイム。ワン、ツー、足が後ろ前、後ろ、ファイ、はい、どうしよう、本当にどうしよう。先生落ち着いて。前、下手すぎて先生を慌てさせる生徒もいれば、ちょっとダンスは楽しいもんです。ダンスは楽しいもんです。すごい嫌な。同じく下手すぎて先生に励まされる生徒も。楽しい。そうですね。覚えようと思ったら好きになる。つまんなくなってちゃうんですよね。練習時間終了です。練習時間終わったぜ。終わったぜ。早いぜ。まだまだそんなできる。まだそんな踊れないぜ。違う、岡村。これ以上練習したら本番できねえよ。汗の量、汗の量。これもともとマイク潰れるわ。マイク潰れる。これ水没するんだ。すごい。脱線になるよ。これまた脱線になるよ。必須科目からダンスを外してください。大至急出ますよ。ダメですよ。こういう人出ますよ。もうあとは練習の成果を発揮して、思いっきりとにかく音楽をダンスを楽しんでください。はい、分かってる。はい。それではいよいよ替え玉ステップスタート。幸先よくステップを踏めるでしょうか、岡村くん。Let's go!
何どうした習ったやつはやってたどうしたいやこんなに楽しいのにめっちゃ楽しそうやったやん楽しいけど最初のやつやりましたからこれちょっと最初一番大好きなやつやん純平が3、2、1ダンス大好き大好き強盗を大好き大好き強盗をやってやん開いてるやんチーム重盛の本日初挑戦です岡村くんにバカにされっぱなしじゃいられないリーダー無理だったってもうダメだぜなんだぜロジャーラビットの最後のとこですかね強いて言うならロジャーラビットちょっとなんか手こずってましたよねただのウサギでしたねあれはねただのとこ、はい、ロジャーラビットだよウサギちゃんでしたウサギちゃん何がウサギなんだぜ悪だぜこっちはえ何が分かんなかったか間違ったっていう顔したもんやっぱブルックリンかなブルックリンかな入れてなかった入れてなくてここから入ってましたブルックリンなんかこっちはやってませんやってませんそもそもぬくみさんブルックリンやってませんからぬくりんじゃないよぬくりんぬくりんですブルックリンじゃないよぬくりんやってるぬくりんやってますからぬくりんだよえブルックリン入れた方がいいですか、うん、いや入れてくださいヌクリンはヌクリンはダメだよじゃあ次はブルックリン入れなきゃダメだよサービスやったのにヌクリンってなんやねんヌクリンってなんやねんチーム重盛はダンスに慣れるために順番を変えて挑戦
エロくさ何が違うできてませんやん、あっちのガヤがうるさい伝統出してますやん伝統好きですやん伝統出してませんやん必修ダンスの授業開始から4時間が経ち疲労もたまる中いやいやあの実は、はい、ちょっと僕ちょっともうやばいんですよ時間的にはい、仕事っすかいやちょっと実はあのもうすぐちょっと芝居舞台がちょっとやるんでぬくみずくんはい告知は全員踊れてからじゃないとさせません頼みますよ告知を狙ってたはいそうなんですいや今日告知できてるんですよ僕あ告知ぶっ込んできたんだはいここに来てチームワーク見られますよいやだってみんなで踊れてバーンって告知しましょうよ何なんですかこんな中途半端にシャーラストラスト告知をしたいぬくみずくんたちの20回目の挑戦岡村君はもちろんのこと後藤君も20回目のダンスになると4つのステップにもすっかり慣れてきましたそして前回の必修ダンスで最後までみんなの足を引っ張った加藤君の登場加藤さんのブルックリンちょっと、ね、ちょっと怪しいこれでしょブルックリンブルックリン加藤さんやってみてくださいよあれ間違ってるよな手がおかしい手がちょっとこうなってるんですよこうじゃなくてグーですよ旗折りしてるでしょ違う旗折りしてるでしょ旗折りだとこれ一回入るよの後に足をすぐに引くことがやっぱりできてなかったんで足引くってまあやったら引きすぎくっつけすぎくっつけすぎやばいやばい近いやねあれだ近いやねやめとけここの顔みんな近いやね師匠こなすみたいなことやちょっと耳元でうんって言うのどうしたおけろだどれだけ疲れてもダンスでは絶対に負けられない岡村くんとどれだけ疲れてもダンスが楽しくて仕方ない後藤くんよし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 なんとか1で成功しダンスのバトンは問題の加藤くんへつながり321
くみずくんへ。あの子できるまで帰られへんで。あの子できんの。最初のダイス見た太もも揺れてただけやん。ブル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 って太もも揺らしただけやん。やってみよう。ちょっと待って、どうなった。太もも揺らした。ちゃうちゃうちゃう、後藤にしたってくれ。ワイセイクステンエイツチャッツチャッツチャッツ。うまく見えるよ。それもおかしいねんけど、これ一番最新のチャールストンやから面白い。もうこれはほんまぬかるみや、ぬかるみに使ってるだけや。誰が誰が、ガンちゃんガンちゃん、ほらぬかるみや、ぬかるみに、ほらあいつら深い深い深い、ぬかるみ深い深い深い。よし楽しもう。じゃあ楽しもう。チーム岡村のとんでもないお荷物が発覚、チャンスです。やべっち寿司にはうまーく宣伝を入れてくる大物が。あれあれ、水谷さんちゃいます、あれ水谷千恵子さんですか。あ、ナインナインちゃん。どうもどうもどうも、あ、すいません、どうも。お寿司やってる。お寿司流行ってる。お正月以来で。本当お正月のヒットパレードでお世話になりました、水谷千恵子です。なんか変な猫の。お月のトムちゃん、スタッフですか、トムちゃん、お月のトムちゃんってね、私がデザインしたニャントラック。ニャントラックです、よろしくお願いします。よろしくお願いします、お正月以来で。ちょっとお寿司やってましてね。どうですか、よかったら。いいの。あ、全然、はい、大丈夫なんです、ね、はい、よかったらどうぞ。若者の番組。いや、もうそういうことないですけど、もうおじさんおばさんバラエティーなんて、みんなもう年いってしまいましてね。もう若い方がよく見てる番組じゃないこれ。そうですか。そうです、ね、そうです。まあ見てんの、私も若いから。バカ言ってる。バカ言ってる。バカ言わないでくださいよ。本当にいろんな層のね、お皆さんのおかげで私は頑張ってんだなと思ってね、はい、ありがとうと言いたいです。このイントロはまさか。ありがとうと言いたい。タイトル言いましたよ。あれ、トムちゃん。マイク渡してきて。何ですか、これ。千恵子さん。ありがとうって伝えたくて、あなたを見つめるけど、繋がれた右手は誰よりも優しく。ほら。この声を受け止めてる。ちょっとごめんなさい、ちょっとすいません。
満足げな千恵子さんだが頼んでない、どうしたの僕らどうしたら曲が上がるとさ、はい、歌ってっていうのはやっぱり歌わなきゃいけない、なんでなったんそれは使命感がある、そういうのは座って座って、すいません、どうしたらいいのかなって、なんでなったんでしょう、感謝の気持ちをやっぱり今気持ちやっぱり伝えなきゃいけないしさ、はいはいはい、すごく大事よ、まあ、僕らがこんな聞くのもちょっとあれなんですけども、うん、ご結婚とかなんてだから周りにね、あの殿方いっぱいいるわけ、うん、その方も多いですよね、現場現場で殿方多いですよね、そう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 、でも結局はねやっぱりその人たちは私にとってはボーイフレンド、もはや裏方さんたちの息もぴったりに、僕ら困るんですよ、千恵子さん、トモちゃんも、すみません千恵子さん、ちょっとね拳がすごいですね、もう千鳥のネタやないですけど拳が、ボーイフレンドも歌うんすか、すごいわ、歌うんですか、これも歌うんすか、まあ私はあのよく J-POP をねそのカバーするということで、ね、はいはいはい、仲良くさせてもらってますから、ああそうなんですか、うん、それはやるんだけどさ、今やると思わないじゃん、はいはい、でも完全にリハしてるなっていう感じですけどね私は通りがかっただけ、見たじゃない、そうですね、ちょっとお話しながら通りがかったっていう、千恵子さんでもこう若い方の曲ばっかり、実は演歌も歌うんですよ、あそうなんですか、うん、もちろんそう、だって演歌歌手でやってんだから、そうですね、確かにそれそうです、キャラ確認そりゃそうでした、そうでした、演歌一筋40年、人生いろいろあったけどやっとつかんだ演歌道、あなたの夢を千恵子に託してくれてありがとう。友近そっくりの大物演歌歌手水谷千恵子が歌います、八代亜紀の名曲で船歌。お酒はぬるめの考え、八代亜紀さんや、魚はあぶった思うでしょ、聞いてないよというリアクションの千恵子さん、女は無口な人に千恵子さん、千恵子さん何してんの、ご本人登場のパターンでいくとこの後のサビは、そうですよ、しみじみの腹立つわ、思い出だけが引き継げる、ね、出てきた、涙がポロリとこぼれたら歌い出すのさ船歌を、すごいわ、マジですか、どうなってるんですかこれ、本当にしばらく会ってなかった、しばらく会ってなかった、千恵子さん俺らどうしたらいいの、何ですか、これ何ですか、私はびっくりしたんだから、何何何、ミュージックフェア今ミュージックフェア収録中ミュージックフェアの、ミュージックフェア、昔から、はい、2年後輩なんです2年後輩なんですか、今の42年、設定まで覚えさせて八代さんに、付き合いだから分かってんの、千代さん、やったでしょ、やったよ、やったでしょ、何をやって、仕込んだでしょ、若い方は何言ってんのか分かんない八代さん頼まれたんでしょ、ちーちゃんに何を千代さん巻き込みますね、これは失礼、これは失礼よ、あらあれ、そうやんな、生田系やんね、はい、間違いなく生田系や、そうだよ、ね、生田系だよ、あこの間あれよ、はい、トーマくん中目黒で一緒に焼肉食べた、はい、聞きました、おお、よろしくねっつってたよ、そうやんな、お兄ちゃんが生田トーマくんやねんな、はい、そうなんです、何誰なの、あの今年フジテレビに入社した新人アナウンサーです、あらよろしくどうぞ、フレッシュ、ういういしい、フレッシュだね、じゃあ2年目なの、もう2年目です、初めての後輩なんです、すごい倍率なんでしょ、アナウンサーになろうと思ったら、まあそう、何倍ぐらいなんですか、4000か5000か6000って言ってました、6000分の1ってこと、いやそれでもすごいよ、やったじゃんえ、ようじゃあ佐野とか受かったな何なの佐野くんって、そんな佐野アナ
さんも大好きなこちらの B セットはお台場限定豆腐ハンバーグ寿司に豆腐とひげごぼうのコンビーフ寿司を加えたヘルシーメニュー、うん、あっさりしてるでしょ、うん、あっさりしてる。このやべっち寿司はなんと明日から全国のファミリーマートでもお買い求めいただけます。ほんまに2つ言ってくれた。お腹空いてた。お腹とそこへちょっとあやべっち寿司リンゴ姉さん、マジで撮ってんの？マジでこんな空で撮ってんの？こっち関西方面ではおなじみナインティナインの先輩ハイヒールのリンゴ姉さんだが、ちょっともうびっくりしましたわ。不病じゃなかったの？不病じゃなかった。別にいいんです、もう大丈夫。もうピンピンになりましたから。リンゴさんはついていけてないやん、みんな。マシンガンゾーゾーゾー。エクダ君とかね、今驚きっていう感じ、一緒にテレビで存じております存じております。後輩やん、はい、もちろんしっかりしてるでしょ。いやちょっとね、頼りない感じはしてたんですよ、ね、ものすごい毎週コンパ行ってんのにな、生田の何は特に厳しいリンゴ姉さんじゃあ生田君、はい、ちゃんと紹介しといた方がいい。そうですね、もうこれからもいろいろあるかもわかりました。自己紹介してもらいましょうか。2人顔ちっちゃい、見てくださいね。え、何やそれ、脳みそ少ないんか。もう嫌なこと言わんといて。最初に嫌なことから入ったら印象良くなる。宮沢から、はい、宮沢から。はい、フジテレビ新人アナウンサーの宮沢智と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ趣味、はい、趣味、はい、趣味、趣味は映画を見ることと、あとは一眼レフを片手に旅行に行くことです。こんな言うねんな。一眼レフを追って旅行行くねや。ちゃんとしてますわ。それで今までどんなもの撮ったの？何が撮った？写真。イタリアのピサのシャトーとか。うわ、あピサのシャトーこんなんして撮ったんちゃう？撮りました。ピラミッドこんなに撮ったからね。いや一眼レフでなくてもいいんだ。趣味やから、趣味や、あより綺麗に撮れるでしょ。学歴も、はい、高学歴ですか？いや、学歴も高学歴ですからって言いにくいんですよ。めちゃイケはユニリーバーと任せる、今怒られてんねんね。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。下手くそやから。せやろ、びっくりします。もうびっくりするぐらい下手やほんまに。どう、坂主義久と申します。よろしくお願いします。なんで半笑いやねん。なんで半笑いや。いや、あ、って言うてるよ。菊蔵さん似てるよね。初めて言われました。初大学東京出身の釧路萌美です。釧路はですね、ゴキブリを素手で掴むことができるんです。それはな、だからそういうふうにしたら釧路じゃないかな。釧路ちゃんはね、釧路はすごい特技あるよねって言って、みんながこんなこと嫌いなもん、何虫です、虫がどうできんのって言ったら食べるんです。関西のテレビではこれが常識らしい。女の子の嫌いなもんなんですかってずっと言ったらしい。リンゴさん、はい、女性の嫌いなものって何ですか？虫とかかな。あ、虫、苦手な人多いわ。虫、あのですよね、ゴキブリとかも全然わかんない、うん、はい、そうなんですよ、うん、なんと、はい、後ろにはどうしたらいいんですか？やめてしまえ。関西じゃなくてもこれぐらいの進行は普通にこなしてほしいが、まあ、言うても2年目やもんね。2年目やもん、言うてもね。一番優しい。リンゴさん一番優しい。育ててますね、リンゴさん。育ててますやんか。いやいや、もうこう言わなな。結婚したら。ごめんな、よそのアナウンサーと次を出るから。
助けた。Every time you're around, boy, you make me feel so small.Supposed to be, 'cause I've been told many other stories. No one's ever treated me the way you did. No, no. I don't think I wanna meet someone like you again. For what you've done, you cannot even make any amends. Told me lies and denied that you were with her the other night. Why should I stand in line just to spend with you some time? Oh, oh. Is this how love's supposed to be? 'Cause I'm